ろし。音楽を聴いてると優しい気持ちになる。君もこの曲が好きなの？パパ、この子もこの曲が好きみたいだよ。なんだと？余計なことはするな。さあ早く出て行きなさい。離せ！こんな時計、こんな時計。ヒロシ君、こんな時計もういらないよ。どうせ壊れてならないんだから。この曲は、僕が山で目覚めた時は博士への怒りでいっぱいだった。でもこの曲を聴いてると博士がどれだけ君のことを思っていたか分かる気がするんだ。パパ言ってた。どんな人でも音楽を聴けば優しい気持ちになれるんだって。そう言ってたのに、そう言ってたのに。パパ急に人が変わったみたいになって。ヒロシ君、僕の知ってる博士もそうだったよ。昔は優しくていい人だった。でも君を襲った怪物がネオ生命体から作り出されたことは間違いないんだ。みんな一生懸命生きてる。愛し合いながらこれを壊しちゃいけない。お父さんはそういう願いを込めて君にこの曲を聴かせたんじゃないかな。
兄ちゃん。うん。